古典橋は静岡県東部に位置する人口約8.6万人の市。富士山周辺、箱根観光への交通拠点となっている高原都市である。標高が高いことから気候は冷涼で降水量が多い。古典橋は富士山の麓にあり、市街地の標高は250から700メートルぐらいである。気候は冷涼タウで年平均気温は 摂氏12.9度、年平均降水量は2819ミ、mm、リメートルとなっており、湿度が高く霧が発生することも多い。冬は静岡県内の都市としては寒さが非常に厳しく、雪が降ることが多い一方、夏は涼しく熱帯夜、猛暑日が観測されたことはほとんどない。なだらかに傾斜した土地は主に水田などに利用され、のどかな景観を作っている。 富士登山の拠点として栄え、1889年の東海道旋回図以降は富士登山口や避暑地としても発展した。透明高速道路開通で工業の進出も盛んになった。1912年には陸軍が演習場を開設し、軍隊の町という性格も帯びるようになった。現在も陸上自衛隊の3つの駐屯地と本州最大の 演習場である東富士演習場、また在日米軍海兵隊のキャンプ、富士地区があり、地域の3分の1が防衛関連で利用されている。毎年8月には富士総合火力演習が行われる。秘書地としての性格も健在で、市内にはゴルフ場が点在し、三井住友ビザ太平洋マスターズの大会が毎年開催される。また、 日本最大級のアウトレットモールである、五殿場プレミアムアウトレットがある。富士山五殿場口があり、他の登山道に比べて、自動車で登れる五合目の位置が低いため、砂走りを楽しむ下山道として利用されることが多い。この登山道を利用して、富士登山駅伝が行われる。静岡県の東部に位置する。西の富士山、東の箱根山、北の丹沢山地。 南西の足高山に囲まれた平らな土地に御殿橋は一致する。丹沢山地や足高山の麓はそれぞれ小山町、北郷地区、須走地区と裾野市、須山地区になっているが地形的には一体化している。南側は駿河湾に向かって開けている。地域は西から富士山とその裾野、平地、箱根山の斜面に分けられる。地域南部は 駿河湾へ注ぐ狩野川水系の岸瀬川、北部は相模湾へ注ぐ佐古川水系の鮎沢川の流域になっている。二つの川の分水嶺は概ね御天場駅付近である。東山湖という灌漑用うため池がある。現在は魚釣りに利用されており、ここではニジマス等のマス類の魚が放流されている。御天場市中心部周辺の空中写真。 1983年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。下記に雨が多く、冬は晴れる太平洋側気候だが、標高が高いため冷涼な気候である。駿河湾や相模湾からの湿った空気が、富士山付近で雲になりやすいため、降水量が多い。また、 雲や霧の発生も多く年間日照時間は1700.7時間と三島の1952.7時間と比べて少なくなっている。梅雨の時期は雨や霧が多い。夏の日中は蒸し暑くなるが夕方以降は気温が下がり快適な日が多い。冬は晴れの日が多いが太平洋岸を低気圧が通過する際に大雪になりやすく。 市街地で30センチメートルほどの積雪になる場合がある。富士山、丹沢、箱根山、足高山に囲まれた複雑な地形のため、局地的な前線が発生し、御殿場や箱根だけが雨や雪になることがあり、御殿場ではミクリアの州とも呼ばれる。富士山に傘雲がかかると雨が降るという古くからの民間の気象知識は現在でもよく知られている。 終戦前の御殿場市外平安時代に伊勢神宮の荘園があったことから、現在の御殿場市、小山町、および裾野市の一部は三リ屋と呼ばれた。1616 16年に亡くなった徳川家康の遺体を、久能山東照宮から日光東照宮へ移送する際に仮の御殿を建てて遺体を安置したところから、御殿場という地名は生まれた。御殿の位置は、 御殿場高校そばの東神社付近だったとされている。御殿建設の際に各地から職人が集められ、御殿場市御殿場付近の町、御殿神村が形成された。明治時代になり、町村制に対応して、御殿場村と周辺の集落が合併する際に、新しい町の名称として、御殿場町とする案が上がった。しかし、他の村に配慮して、古来からの一体の名称である、 三栗屋町が採用された。三栗屋町誕生時にすでに、御殿場駅や御殿場郵便局が開業していたこと、県内に岩田郡、三栗屋村、南三栗屋村が存在していたことなどから、ほどなくして知名度が高い御殿場町に改称された。なお、三栗屋町の範囲は、旧来の三栗屋の一部に過ぎない。現在は、三栗屋という語は主に、御殿場市や小山町で、 お風呂さや教習を感じさせる表現として用いられる。また、漁師町を合わせて、三厨屋地方と呼ぶ場合がある。他に、御殿場市と小山町、場合によっては、裾野市も合わせて、北春地方と呼ぶこともある。複数の自衛隊の中屯地を有する、関係上20代、30代の男性人口が多く、2015年の国勢調査によると、 人口性比は105.2と男性の割合が高い。突起なき場合、御殿橋市統計所、平成22年度版による。市役所の他に、各地区に支所と財産区が設置されている。富士山麓の広大な原野は、古くから周辺の村々の入会地として利用されてきた。明治時代以降、これらの土地は、町村制によって成立した町村の共有地。 後に所有地として引き継がれた。昭和の大合併に際し、これらの町村誘致は合併新種ではなくて地元で管理したいという意向が出されたことから、御殿場町、富士岡村、原里村、玉穂村、院、野村のご町村は合併の条件として財産区を設置し、財産区が引き続き土地を管理することを決定した。こうして、御殿場市発足時、御殿場、 原里、玉穂、陰野の各財産区が設置され、町村誘致が引き継がれた。富士岡村はあまり損誘致がなかったことから財産区を設置しなかった。後に高根村編入寺も同じように財産区が設置された。財産区は東富士演習場の賃借料を主な収入としている。財産区は独自の議会を持ち、 地区内の道路や運動場整備を行っている。財産区が地方自治法の定めるところにより、これらの事業を直接行うことができないことから、財産区が市に費用を繰り出し、市の事業として行われる。市所長の選任には財産区議会の意見が反映され、市所長の給与は市と財産区が半分ずつ負担している。 古典橋は、静岡県東部政令指定都市構想に参加し、他の市長と共に、2013年をめどとして、政令指定都市に移行することに2003年に合意した。しかし、他の参加市長と比べて会議的であり、2007年、現在隣接する裾野市、小山町、及び可能なら長泉町と合併し、特例市に移行することを模索している。 18高根17五天場16玉穂15インヤ14、現佐と22富士岡五天場市誕生前の旧町村単位の地区があり、その中に行政区が設置されている。標高の低い高地は主に水田として稲作に利用される。水田では冬場には富士山の地下水を張り、水かけ菜という野菜の栽培も行われる。水かけ菜は漬物にされ、 五天場の特産品の一つになっている。標高の高い高地では畑作が行われる。湧水のそばではわさび栽培が行われている。また、中国から導入した金貨豚の飼育も行われ、高級ブランド豚としてハムなどに加工されている。産地ではヒノキやスギなどが栽培されている。かつては養蚕が盛んだったが、現在は行われていない。 透明高速道路開通以降、積極的に工業誘致が行われた。細かの工業団地には、トエミメディアやリコーなどがある。上質な地下水を利用して、キリンディスティラリーがウイスキーを、ヨネヒサシが、御殿場高原ビールの製造を行っている。御殿場駅開業以前は、大座御殿場付近が商業の中心地であった。その後、御殿場駅開業後により、 駅周辺の新橋、森の越、湯沢地区に商店街が形成された。自動車の普及と道路整備の発展でスーパーやホームセンターといった郊外型大型店が多く見られるようになった。特に国道246号バイパス沿いは大型店が多い。このため駅前の商店街は衰退しつつある。また、 区画整理事業により東田中地区にも大型店が,が集まっている。富士登山の拠点や秘書別荘地として、また箱根や富士五湖への通過地として発展した。戦前、東山2の丘地区には、アメリカ村と呼ばれた外国人の別荘や、秩父宮用人親王や西園寺金持ち、吉信助ら青函海洋人の別荘も存在した。現在もなお、 当時の別荘や教会がわずかながら点在し、個人別荘や企業の保養所が多い場所である。多数の防衛施設を抱えているため、地元経済への影響は無視できない。自衛隊員が暮らすことによる経済効果のほかに、演習場の賃貸料や防衛施設周辺整備のための公共事業による資本流入がある。衆議院小選挙区は静岡県第5区になっている。 2009年に行われた第45回衆議院議員総選挙による選出議員は細野武氏、小山町と共に御殿場市寸東郡北部選挙区を形成する。2011年の選挙による選出議員は以下。御殿場駅路線このほか、東富士五湖道路、中央自動車道へは、須走道路、御殿場バイパスを介して接続。故障のある道路監修及び、 市による名称設定で故障がある道路には以下がある。御殿場駅を中心に市内各地や寸東郡小山町、裾野市、三島市、山梨県の富士湖、神奈川県足柄下郡箱根町方面へ路線バスが運行している。御殿場市は JR の幹線である東海道本線や東海道新幹線から遠く、 御殿場線も1時間あたり1の2本と本数は少ない。また、市の中心部から透明御殿場インターチェンジが近いため、高速バスがよく使われる。このほか、御殿場プレミアムアウトレット発着の高速バスが運行されている。以上のバスを合計すると1日100本前後の高速バスが運行されている。市内に空港はない。米軍キャンプ、 富士内に滑走路があるが民間への開放は行われていない。富士山静岡空港、東京国際空港、成田国際空港へ空港連絡バスが運行されている。ゴルフ場長らく箱根の西側には温泉が出ないとされ、1970年代の私屈でも温度が低い戦略しか見出せなかったが、1980年代以降に開発が進む中で、 いくつかの温泉が見出されるようになった。発表順、ありがとうございます。